我が家の隣にゴンがね。それ写真に残ってるね。今そのおじがね、家から奨励館を写した写真に残ってる。これもあのみんな戦後植えたもんでね。一見あのここにドアが見えるようだけどね、 あったはずなんだけど、うちから この交通はなかったからね。こっちから入れない、全然入れない。だってここは私ねの銅像があったんだから。だからこの辺はね、被爆直後の写真見ると相当あのちょっと盛り土になってるよ。ここだから銅像が崩れてるから、あの榎本の元に今も母と弟は眠ってる。ただ世界遺産になったから掘り返すのもできない。あの南側の壁のね、延長線上が私の家の離れ座敷の奥まったところになる。でその離れ座敷に、僕もあの生まれる時のね2階なんだけど、母がいわゆるお産の部屋として、準備したらしいんだ。いずれにしてもあのその離れ座敷の2階で生まれました。その奨励館に対しての気持ちなんだけど、なんかね、あの両方のように見えるのね。これよく見るとね、これこう描いてるんですよ。こう描いてる建物の構造から言うとこっち裏側になるわけね。家にあのドームが見えるけど、これはあの南北に、東西にこう描いてるんですね。東西に長い楕円形です。しかしこっちから見るとほとんど深淵に見えるんだよね。だからあの子供の時はね、僕はあれはまん丸いあの屋根だと思ってたね。東西に長いわけだから、南北の離れたとこから見ると明らかにね、ちょっとこう、楕円形っていうのを分かるわけですよ。だからあの今自分が逆に言うとどの位置にいるかと。で当時やっぱりこれ他に大きい建物ないわけだから、遠くへ遊びに行ったりしても見えるわけね。そうすると今自分がどこにいるっていうのがもう自然と分かるわけです。この形を見えるだけでね。だから広島城の方を休みに行くとやはり、楕円形に見えるから、あ、これはあの北の方に今いるんだなっていうのが分かるし、そういう意味じゃあのどこに遊びに行ってもね、帰るのに困ることはなかったね。色合いはね、実はあの外壁はね、アイボリーですよ。で、あのあれはね、あのいわゆる緑青っていうんですけどね、あの緑が酸化っていうんかな、変色しますよね、はい。青銅が基本色なんだけど、やっぱりあの風をもろにあの受けるわけでしょう、はい、屋根だから、はい。それから日照りもあるね。そういうとこからあのやっぱり退色してたね。そこから屋根ずっと直接あって引き取ったり、あるいはヤンレツからの質問とか、そういうこのやり取りの中を方法を伝えるわけですね。そこにとったらやっぱり一番懐かしいよく時代なんですよ。二人生き残って、いろんなのやっぱりね、折りにくれて良き時代の話をしてくれるわけですね。私にはこの辺に縁側があったんだけど、縁側へ座ってみると実にいい、そのなんて言ったら、あの調査の基地になるわけですよ。で、私の祖父母もあのいつも会えるわけだから、いつも家にいたわけだからね。だからあの自然話も弾んで、で来れば必ず私の家に寄って、それで祖父母と話をしながら
設計をしたり施工を監督したり、そんなどうも日常だったみたいですね。腕を打つときにね、やっぱり筋肉でね、すっとんすっとん打つわけですよ。上から不意打ちのような形で地面の振動もあるし、そこにはすっとん広島のね、民謡ね、民謡かなんかね、歌いながらね、この一帯はね、猿楽町って言ってたんですよ。で、猿楽っていうのは能の原型のことですよね。それで僕の家は猿楽町24番地、当時を知ってる人間がこれは残さないと永久にもこれはね、蘇ることはないっていう危機感を感じて、それで僕の最後の仕事になると思うんだけど、ちょうどこの辺りに能舞台を、この枠の外ですね、ちょうどその辺りに能舞台を設営して、そしてこの爆心地で亡くなった多くの人々の慰霊、それから原爆によって破壊し尽くされたこの大地、土地、空間、そういうものに対する鎮魂、これを何かの形に残したい、その切なる思いを込めてここで今年の秋に滝技能を上演する。しかも日本一流のメンバーでね、ライブ発信したい、そういうふうに考えております。江戸区のもとに今も母と弟は眠ってる。ただ世界遺産になってから掘り返すことができない。奥の江戸区のあたりは台所だったのね、はい、そこに井戸があったり水道があったり、だから回廊式の援護があったのね、くるっと庭を回って、でその真ん中には大きい庭があって池が増える、でその奥に土蔵があった、江戸時代からの屋敷ですよね。ちょうど今ここからはまっすぐ見えるけど、細い道路が見えるけど、これが猿楽町通り。当時はね、8メートル幅から広く、本通りより広く。